んにちは、漫画素材工房です。今回は久しぶりの動画になります。私の絵のリハビリも兼ねて模写練習の動画を投稿していきたいと思います。私が模写練習をお世話になっているのは、皆さんご存知のポーズマニアックスというサイトなんですが、今回こちらを使って人体をより正確に模写していく方法を解説していきたいと思います。まず基本的なバランスを取る上で一番大事な点なんですけれども、これは肩と腰のコントラポストになります。この肩のラインがまず一つ、そして腰のラインがもう一つ、この二つのバランスをコントラポストと言います。そしてその次に背骨をつなぐラインになります。この二つは背骨でつながっています。そして前面は正中線でつながっています。これを立方体で表現してあげると、上半身は若干煽りのアングル、下半身の方は若干水平で、そして正面を向いた形になります。この2つを背骨のラインと正中線のラインでつないであげます。そして人体というのは柔らかい肉ですので、これをつなげてあげるとこのようなひねりが生じてくるわけですね。これを分かりやすく色で表してあげると、ひねりの状態がいい感じに可視化できますよね。そしてもう一つ重要になってくるのが、この重心に対する頭の位置ですね。地面にしっかりと足をつけたポーズというのは、当然バランスを取ろうとするんですが、この中心から頭が離れた位置にあると安定しないポーズになってしまうんですね。特にこのように両足がしっかりと地についたポーズでは、重心というのがとても重要になってくるので、この重心と頭の位置関係は常に把握しておくべきポイントです。次は関節の位置関係ですね。この大天使、股関節から膝、そして膝から足首に流れるライン、そして両足の関節の位置関係もとっても大事になってきます。これが手足のバランスを取る上でとても重要なポイントになります。そしてこの足の流れも把握しておきたいですね。このような感じで、あとは地面に設置した両足の位置関係も大事です。手前と奥で本当に誤差のような位置関係ですが、ずれているのがわかると思います。この位置関係はとても大事なので、手前と奥をしっかり分けて考えるためにも、この位置関係はしっかりと把握しておきましょう。肩から肘、肘から手首のポイントも押さえて、目線から肘の位置の角度も把握しておきましょう。それではこの分析をもとに棒人間を描いていきます。まずは全体の長さを決めます。この絵は下半身と重心を下に落としたようなポーズなので、腰の位置は半分から下の位置に設定します。そして肩と骨盤のコントラポストと、それをつなぐ背骨と正中線のライン、そしてそれをもとに体のひねりを描いていきます。次に重心です。重心から頭の位置がずれすぎないように、股間の位置から真上に上げた位置に耳を設定します。そして頭の傾きもとても重要なので、この時点で決めてしまいます。股関節から足を伸ばし、両足の関節の位置関係をもとに、もう一つの足も描いてしまいます。そして肩から肘、目線に対する肘の位置も再現してから、手首と手を描いて大体のベースが完成しましたので、これをもとにシルエットを描いていきます。はい、模写が出来上がりました。ベースの骨組みがあるので、大きくバランスが崩れることもなく、いきなり描き始めるよりはずっと描きやすいと思います。では他のポーズもこれをもとに描いてみましょう。2つ目のポーズです。これも先ほどと同じように、肩と腰のコントラポスト、上半身と下半身の傾きも探っていきましょう。上半身が傾いた煽りのアングルに対し、下半身はアングルとしては水平、ほぼほぼ正面に向いたような感じで、このような正中線でつながっています。そしてひねりを表現してあげるとこんな感じですね。側面に色をつけて、しっかりとひねりの感じを可視化できるようにしてあげます。
迷った方はこのやり方を試してみてください。側面に色をつけてあげるだけでひねりの形がすごくわかりやすくなると思います。そして重心ですね。重心からの頭の位置も先ほどと同じように探っていきます。で、関節の位置関係をもとに足の流れですね。これをしっかり表現してあげるといいですね。そして手首の位置関係とこの手指と手のひらの向きもしっかりとここで設定してあげるといいですね。そうするとかなり迷いが減ると思います。足には奥行きがかなりあるのでこの奥行きを意識して描いていきたいですね。それでは先ほどと同じように描き進めていきます。はい、では3つ目のポーズではおさらいをしていきましょう。肩と腰のコントラポスト、それをつなぐ正中線をもとに体のひねりを作っていきます。ひねりの側面を可視化してあげることで見た目にも分かりやすくなりますね。そしてこのポーズに関しては空中に浮いている姿勢になりますので重心は動きの方向に設定してあげるといいですね。股間をもとに動きの方向を定めてその延長線上に頭があるようなイメージでお人形を描いていくことにします。関節の位置関係や手首や指の方向などもこの時点で定めてしまいます。あとは棒人形元にシルエットを描き込んでからその後に内部の細部を描き込んでいきます。最初に細部を描いてしまうとやはり全体のバランスがどんどん取れなくなっていってしまうので最初はごくごくシンプルな棒人間から始めてその後にシルエット、内部の立体という感じに描き進めるといい感じにバランスが取れた絵が描けると思います。以上まとめでした。現在私は美術解剖学を勉強しておりそのまとめを有料公開しています。興味のある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。